子供って変な生き物だ。走らないよ。狭いところに入りたがる。降りなさい。高いところに登りたがる。集中力がまるでない。ポケットにはいつも砂が入っている。ちょっと人のものを勝手に食べる。高いところから飛びたがる。ママのヘルメット知らない。物を隠したがる。宿題やったの？段ボールから出てこない。そして突然思いもよらぬことを言う。僕塾行く。どうして？理系の大学行って宇宙飛行士になるんだ。宇宙飛行士？うん。走らないよ。行ってきます。発射成功です。打ち上げまで5 4 3。取れる取れる取れる。わーかわいい。月の砂地球に持って帰ります。宇宙食発見。ちょっとそれ私のなんだけど。えい、月面着陸成功。これは偉大なる一歩です。宿題やったの？こちらコックピット。宿題はまだです。子供って変な生き物だ。私にはわからないことだらけ。でもね母さん、ずっと応援してるからね。